楽しそうなとこじゃん。あ、お前はこの前の殺人犯。あ、この前の大間違い刑事。あんたたちのせいで三剣剣士はちょっとブレになってるっす。ごめんって。午後のティーを飲みながら窓際で黄昏れているっす。いいじゃん、平和で。午後ティーを飲みながらか。そうだよ。だいたいあなたの操作がデタラメだからいけないんでしょ？なんか鳥の声みたいなの聞こえるけど。機械音っぽくて怖い。どうしたんだよ。黙っちゃってさ。黙っちゃったね。痛いところをついたらしい。どうしよう、私が悪いのかな。善人。意外にナイーブな男みたいだ。そうっす。自分のせいっす。そうだぞ。人のせいにしても自分の心だけはごまかせないっす。反省しろ。まあまあ、次頑張ればいいんですよ。そうだよ。そうだよね。次頑張ろうよね。うん、今回頑張ろうね。って、なんであんたたちがここにいるっす？あのね、私たちこの事件を担当することになったっす。かわいい。あ、あ、真似しちゃダメっす。かわいい。あ、アイデンティティが崩壊するっす。自分で認識してたんだな。自分のアイデンティティとして語尾を。動物の森の住人みたいだな。どうすか？そちらの捜査は。そんなこと教えるわけにもいかないっす。まあ、弁護士と検察側だもんね。そうだよね。なるほどくん。さすがにそんなにストレートに聞いてもダメなんじゃないかな。例のやつくださいよ。例のやつ？解剖記録です。今度は最新のデータを。わかったっす。この前の事件では迷惑かけたっすからな。いい人だな。お。死亡時刻は15日の午後2時半。槍状の凶器で胸を貫かれる。はい。槍状。どうして荷物さんが逮捕されたんですか？簡単なことっす。殺人事件はこの先の第一スタジオで起こったっす。被害者が第一スタジオに入ったのが午後1時。この時被害者以外の人間はスタジオにはいなかったっす。何やってたんだろう、胃袋さん。そして被害者が死んだ時間は解剖の結果午後2時半。その間スタジオに行った人物はたった一人。ほらやっぱ似てるよ、ガタイが。彼以外スタジオに行けた人物はいないっす。そうだろうか。警備員のおばちゃんよりもそこの監視カメラを見たいわね。なるほどくん、それがもし本当なら、誰が聞いても犯人は煮干しさんしかいないじゃない。物騒なこと言うなよ。そうだよ、この子の。あの警備のおばちゃんですけど、とても優しいいいおばちゃんっす。あいつ、警察にはヘコヘコしやがって。え、どこが？警察手帳見せたらお茶と羊羹を出してくれたっす。あのおばちゃん、権力の犬だよ。そうだね。しかも我々のために証拠品までくれたっす？証拠品？何くれたの？何くれたのよ？何ですか？まあその、写真？あの殿様野郎が現場に向かっている写真？え？どういうこと？誰が撮ったの？そこのゲートにカメラがついてるっすね。ついてるっす。おいでませって書いてあるあれのことかな。そのカメラ、人が通ると自動的に写真を撮るっす？あ、そういうカメラか。なるほどくん、もうダメだ。もうダメかな。でも証拠品を手に入れた割にはパッとしない顔してるな。見えないんじゃない？顔が。それか時間がわからないとか。元気がないっすね。そんな嬉しそうな顔して言わないでください。はっ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 は。あの、私たちスタッフの人とかにも話を聞きたいんですけど。あ、いいっすよ。いいの。もうどこでも好きなところ行っていいの。何をやっても無駄っすがな。はっはっは。人間ってこんなにほがらかに笑えるもんなんだ。かっかっか。許可もらったんだからいろいろ行ってみようよ。確かに、警察の許可もらってっからな。見る？ほらこれ。見て！ははん。いちいち説明しなくちゃならない身分証明なんて悲しいっすね。そうかな？割と弁護士バッジ。知名度あると思うけど。警察手帳。警察手帳か。意味がわからないよな。そうかな？天秤にかけてるなんちゃらかんちゃらじゃない。いっそ弁マークとかにすればいいのにね。いいね、それ。
それもどうかと思うけど。古風でいいじゃん。なんかあるかな。ないね。あれ、移動する？あ、てか調べるか。なんかここ草があるよ。左の道の奥には何があるんですか？なんか木が、あ、これ木が倒れてるのか。そっちは危ないから行っちゃダメなの？行きてー。何もない？昔は第二撮影スタジオがあったっすが、今は使ってないっす。そうなんだ。何もないわけない。マスコットキャラクター。なんでも、テングザルをモチーフにしてるとか？え？ちょっと待って、これ。首が取れてるのか？どういう、あれかと思った。手には看板を持っているな。右。そんなことよりどうしたんですか？なんで首？強い風で首が折れた？そこの木も道連れっす。そうなんだ。なんかありそう。なんかありそう。おいでませ。おいでませだって。このスタジオも経営が苦しいっす。最近は休日には一般の人に開放して、見物料を取ってるらしいっす。そうなんだ。へえ、詳しいんだ、刑事さん。刑事辞めてここで働いたら？そうだよ。殿様にガタイ似てるからやんなよ。そうですよ。あそこの猿の首も折れたことだし。そうだよ。あそこに看板持ってなよ。意味がわからないっす。ここにね、いてね。第一スタジオはあっちっすとか言ってたらめっちゃ面白い。私インスタ撮りに行くよ。そんな。ちょっと座って休むか？お、いいっすね。なんで刑事さんが休むんですか？いや。立ちっぱなしって結構疲れるっす。立ちっぱなしか。ばあちゃんもそんなこと言っちゃな。カメラがあるね。写真に撮るためのカメラっす。データを見れば誰がスタジオに行ったか一目でわかるっす。カメラにプレートがついてる。え、ST1?307。これはヒントかもしれん。やっぱ違うカメラの写真なんじゃないの？って思っちゃうよね。第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは、胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほどくん、ちょっと入ってみようよ。あれ、火炎がかかってるよ。あれ。スタジオに入るにはカードキーがいるみたいだ。ミトコン喉弱いからね。スタッフ以外の人間を入れないためなんだろう。そうなんだ。鍵もらってこなきゃいけないってこと？じゃあとりあえず。見て見て、なるほどくん。なになに？おばちゃん、詰め所の中で羊羹食べてお茶飲んでる。あ、サボりじゃん。日本のおばちゃんって風情だね。そうだね。ちょっとおばあちゃん寄りな気もするけどね。あら、あんたたち。どう？あの子が犯人だって納得した？くそー。このおばちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよな。私たちにもちょうだいよ。おばちゃん、なんで写真のこと教えてくれなかったんですか？あれ？刑事から聞いた方がよりスリルがあるかなって。スリルか。おばちゃん気を使う方なんだ。あれ、こっからすぐ左にいたゲートのカメラが撮ったのよ。毎日写真をチェックするのもおばちゃんの仕事でさ。そうなんだ。カメラのことなんですけど。本当にあのカメラなの？その写真はさ。あのカメラで撮ったやつなの？あのゲートをくぐるとセンサーってやつが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間も記録されるんだ。おばちゃん、その辺のことはよくわかんないの？見たい。おばちゃん、いつも帰る前に写真をチェックするんだ。見たい。見せて。通らなくちゃならない。ちょ待って。カメラにもそれが映っている。これの犯人じゃなかったら誰が犯人よ。おばちゃんとか。そうだよ。おばちゃんならできるじゃん。ギャーははは、面白いこと言うね。違いそう。違うんだ。人気はあったんですか？それはもうすごいもんだったわよ。すごかったか。過去の話。私、小さい頃、ヒゲ武将シリーズ大好きでした。ヒゲ武将？あれね。よかったよ、ほんと昔はさ。それが今は悪大感だもんね。そりゃ胃袋ちゃん荒れてもしょうがないよ。荒れてたんじゃん？
荒れてたんじゃんな。解剖記録見ます？おばちゃん、あげないよ。あげないよ、解剖記録。じゃあスタッフエリアに行ってみよう。これが、楽屋かな？スタッフエリア。なるほどくん！ここスタッフの人たちが作業するところだよ。すごいね。あそこに煮干しさんの楽屋がある。事件があったばっかりだからまだ誰もいないんだ。いろいろ見て回ろうよ。誰もいないってどういうこと？あ、調べられる。とりあえず調べよう、ここ。楽屋の入り口に張り紙、煮干しさんね。まあ、主役だからね。入れないの？買いかかってない？入るか？記念になんかもらっていっちゃおう。なんかってなんだよ。畳の、あれか？ささくれとか。狂気じゃないか、それ。畳のささくれとかもらっていっちゃおうよ。雑巾は関係ない。窓から見れる。曇りガラスか。まあ、そりゃそうだよな、楽屋だし。ゴミ箱になんか入ってないかな。お茶、味噌汁、お汁粉、くず湯、おでん。いいね。だし汁とかも追加してほしい。和風だね。ウーロン茶すらないぞ。あ、なにこの殿様ん汁って。大丈夫？その字面。その字面大丈夫かな？なるほどくん飲んでみてよ。自分で飲めよ。まあちょっと危なっかしい字面だったわね。巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、なるほどくん、何でも知ってるんだね。そうだよ。見た感じを言ってみただけだよ。まあ、何でも知ってるだろう、なるほどくんは。このゲームの主人公だし。なんだこれは。昨日の昼食の後。皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗っている。そんなもん食ってんのか。私も食べたかったな。さっき味噌ラーメン食っただろ？味噌ラーメンは別腹。どんな腹だよ。そうだよね。そうだよね。お！おいおい、なんか怪しいのがあるんじゃねえか。怪しいぞ、ここ。金網が外れている。結構大きい穴だ。子供なら通ることができそうだ。あ、あそこから入ってくれば入場料払わなくてもいいね。じゃあ帰りはあそこから出たら？うん、そうする。ん？ん？怪しい。ここから入って、あれ？でも、ちょっと待って。怪しい。ちょっと待って。スタッフエリア、ゲート。ここから入っても、でも、門は通んないといけないよな。第一スタジオ、第二スタジオの方にも外から入れる、あれがあるんじゃない？そしたら。そしたれば。そんな感じがします。そういえば人物ファイル。あ、ちょっと待って。人物ファイルを見ていなかった、今日。見ちゃお。霊媒師になるために現在修行中の迷いちゃん。胃袋さん。37歳か。おばちゃん何歳なんだよ。60歳かな。煮干しさん23歳？そうなんだ。老けてんな。糸の子。おい、三剣おめえ、今回出てきてねえのに何いるんだ？人物ファイルに。おめえまだ出てきてねえだろ。なあ。おい、何正面顔で済ましてんだ、この。今回のあっちの検事もやっぱ三剣なのかな。書きかけの書き割りが立てかけてある。書きかけの書き割りが立てかけてある。ネオエデシチの城というのは、おそらく、ネオ・エド城とでも言うのだろう。そうだね。何これ？マウンテンバイク。モーターを乗せた電動自転車だ。何とも言えない中途半端な感じが僕は嫌いだ。でも坂を登るの楽だよ。若いのにあんなもの使うな。なるほどくんはそういう人なんだね。電動自転車。いやー、自転車は絶対電動がいいなー。私も欲しい。もらってっちゃおう。倉庫は、いいとして、脚立もないんだ。ここもさっきと一緒でしょ？なんか、他にあるかな？
はまっていた金網の方、ちょっと曲がってる。なんかあります？あ、入れる。こっから学園に入るのか。はーい、こんにちは。ドッキドキ楽屋訪問の時間だよ。事件があった昨日の午後は、ここでずっと昼寝をしていたって言ってたけど、昼寝しているところ誰も見てないんだよね。そうだね。その代わり殺人現場の近くで写真を撮られてんだよな。煮干しさん、信用していいんですよね。いいんですか。信用して。すりガラスね。あまり開けられることはないみたい。ほこりっぽいから無理もない。ほう。ここで寝てた。寝た後残ってるよ、でも。昼寝した後だろうか。まあこれが気になるわよね。メイク用の小道具。あ！ちょんまげブギー？ちょんまげブギー？なるほどくん、かぶってかぶって叩いてかぶってなんでカツラ見ただけで番組はわかるんだよ。時代劇好きなの、まゆいちゃん。何がちょっとだよ。やっぱ山で一人で暮らしてるとき、暇なんだろうな。暇だったから時代劇とか、水戸黄門とか見てたんだろうな。あ、煮干しさんのカバンかな？置きっぱだね。こら、勝手に開けない。え、何それ？スタッフ用のカードキー？え、もらってこうこれ。第一スタジオ？え、もらってこうこれ。もらっておこうか。うん、もらっておく。借りる。借りるだけ。借りるだけ。借りるだけだよ。そうだよ。洋服もちろんほら。煮干しさんの私服？記念に着てみたいなぁ、衣装。着ちゃえ、着ちゃえ。似たようなの着てるくせに。確かに。確かに。差し入れかな。和菓子にお茶か。なるほどくん、食べたいね。なんか、まやいちゃんとさ、こうやって現場調べてると楽しい。いいキャラだよ。さっき味噌ラーメン食っただろ。女の子は腹をいくつ持っているのだろう。実際別腹はあるって、トリビアの泉で。聞いたことあるわ。言ってたわ。実際好きなものとか目にした時に胃袋のなんかどっかの場所がギュッてへこんで空間ができるんだけど、そこが別腹なんだよねっていうっていう。見てこれ。ねえねえ刑事さん、これ見てくださいよ。そうよ、見てよ。なんすか。いやいやいや、ダメだよ、取り上げられちゃうだろ。ダメだった。自慢したかったのに。そうだよね。自慢したかったよね。どうやって使うの？あ、こっから移動すればいい。あ、違うな。どうやって使うの？ここ押せばいいの？スタジオは、現場。入ってみよっか。使えるかな？ピッ。見られるだろ、普通に、ケージに。行ってみよう。不気味なほど浮かれてるな。めっちゃ見られそう。入ってみよう。お、よく見るやつあるじゃん。第一スタジオ内。どうした、まゆいちゃん。どうした？え、なんだよ急におとなしくなって。だってあの白いテープ、なんかリアル。そうだね。怪人悪大官が死んだんだからな。殿様にやっつけられて。狂気は殿様アンスピア。そりゃリアルだよ。これがリアルか。調べよっか、じゃあ。これの形のさ、充電器のコード巻くやつ、ガチャガチャで今出てるじゃん。欲しい。もうちょっと気を引き締めて実況撮ってください。高そうなカメラだね。触るなって。ガシャンって行くぞ。ガシャンって行くから。あ、ダメです。触らないでください。え、誰？わあ、誰？そばかすがかわいい。あ、ごめん。こいつちょっとアレなもんで。そう、アレなのよ。この子、アレな子なんですよ。君は？いや、メガネっ子、そばかす、地味な感じ、かわいい。ここの撮影スタッフ、名前は？大道具や小道具の管理とか手入れ。私たち、煮干し三郎さんの弁護士なの。煮干サブさん？ニボサブさんか。言いづらいな。
大変ですね。でも助けてあげてくださいね、ニボサブさん。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですから。あら、いい人か？任せてください。え、この人いい人か？あ、ちょっと弁護士バッジ出ちゃった。あー、あれ、あー、突きつけよう。これなんだけど、これなんだけど、すみません、今はまだ事件のこと考えたくないんです。別に関係ないんだけど、事件があった日のこと。あの日は一日撮影所にいましたよ。うん。あの日撮影スタッフは私だけでした。私だけでした？そんなんで撮れんの？ね、たった一人？ええ、この撮影所お金がありませんから。それに昨日はアクションシーンのリハーサルだけでしたから。あ、昨日は撮る日じゃなかったんだ。へえ。あ、後ろ？後ろのあいつか？午前中はスタッフエリアでアクション打ち合わせしました。ニボサブさんも池袋じゃなくて胃袋さんもみんなスタッフエリアにいました。スタッフエリアってニボシさんの楽屋があるとこだよね。そうですよ。おばちゃんも見に来てるわ。おばちゃん立ってねえじゃねえか門の方に立ってろよ。胃袋さんは第一スタジオに行きました。ニボサブさんの方は楽屋に入るところを見ました。なんかすごい戦国バサラって感じすんだよな。その後は見ていません。そうなんだ。でも楽屋から窓から出たってこともないだろうに。煮干し知ってた？知れません。用もないのに楽屋を覗くなんて。私そんなはしたない女じゃありません。常識があるわ。煮干し三郎のアリバイの裏は取れずか。困ったね。なるほどくん、手がかりなしだよ。このスタジオに来たのがニボサブさんだけだったら、もう犯人は決まりだよ。決まりは通さないよ。あの、ちょっといいですか？何ですか？そういえば一つ気になることがあるんです。え、何ですか？来た！来たね。やっぱりそう来なくっちゃね。え、怖っ。え、怖ー。実は私お昼過ぎに何回か人の気配を感じたんです。めっちゃ怖いじゃん。この、今の文章でこの音楽めっちゃ今鳥肌立ったわ。でもそれは他のスタッフの方とかでは？いいえ。あの日はアクションを決めるリハーサルだけでしたから。スタッフは私だけ。おばちゃんじゃない？多分関係者ではなく部外者の方だと思います。本当ですか？でも誰かここへ来たんなら、あのおばちゃんが見てるはずなのに。そうだな。あんまりはっきりしなくてごめんなさい。どうもありがとう。早速あのおばちゃんを問い詰めてみようよ。せやな。人の気配を感じたんだね。多分ね。まあ、気配だからね。あのおばちゃんだよね。じゃああのおばちゃんを見に行くか。これ移動がちょっと面倒だな。繋がってるところ同士でしか移動できない。来たわよ。あら、あんたたち、まだいたんだ。いたわよ。どうしたの？怖い顔しちゃってん。何よ？そうやって。ちょ、待って、おばちゃん結婚してる？あー、結婚指輪してる。まあ、そりゃそうか。そりゃそうか、つって。なんか今の私がおばちゃんのこと狙ってた、みたいだな。その人を疑うような目つきは。もう一度聞きますけど。おばちゃんがここに来たのが午後1時。で、被害者の死亡推定時刻の2時半までに、ここを通ったのは煮干しさん一人、間違いないですか？ないよ。ないよ。でも部外者の気配を感じたって言ってる人がいるんですよ。なんだって？おばちゃん、本当にちゃんと見張ってたんですか？おばちゃん。おばちゃん？誰がそんないい加減なことを。キャー、怖ーい。教えなさい。早く言いなさいよ、このとんがり頭。このおばちゃんの仕事にケチをつけるなんて。うわぁ。ああ、言っちゃうんだ。アイスかアルバイトなんだ。だいたい今の娘はどちらこちら、今がじゃねえかと陰でぐちぐち。うおぉ、言っちゃった。さ、なるほどくん。今のうちにやれることはやっておこうよ。そうよね。
これよね。これ。見ちゃおう。なるほどくん。このコンピューターで、煮干しさんの写真見られるんだよね。多分ね。操作しようか。するー。ちょっとやってみよう。なるほどくん、コンピューター使えるの？ナンバーを入力するぐらいなら。とりあえず事件当日のデータ。パスワードとかあるんちゃうか。事件当日は午後1時から。あ、なるほどね。立ち上げない。え？立ち上げないとダメとかなくない？なんだっけ。わー、これなった気がする。入力した。あれ？これじゃなかった？あ、やった。神。神か？神なのか？記憶力が。あー、なるほどね。衣装なんだ。なんだこれ。なんでこれが煮干し油の写真なの？いつも中に煮干しさんが入っているから、おばちゃんも煮干しだって思い込んじゃったのかも。はぁ、あ。これをもらった刑事さんの顔色が冴えないのも無理ないね。いや、これなら誰でもいけるじゃん。この写真の裏。え？裏？え、二人目じゃん。どういうことかな？他にデータは？え、ないの？おかしいね。おかしいね。午後2時、2人目だもんね。ねえねえ、なるほどくん。この写真があれば裁判なんとかいけるんじゃない？いやー、まだ弱いんじゃない？これであのおばちゃんにギャフンと言わせてやれるね。ギャフン。なんかあれだな。まゆいちゃん、キャンと言わせたいとかギャフンと言わせたいとか。いや、かわいいなー、まゆいちゃん。おばちゃんに突きつけたら怒られるよ。やめとこうね。なんで？敵にわざわざ手の内を明かすことはないよ。え、てかおばちゃんもしかして証言として来んのかな？あー、なるほどくん。お主意外とあれだね。二代目は悪代官。人を怪人にするな。まあまあ、じゃあ今日はそろそろ切り上げようよ。そうか。とりあえず、この写真があればなんとか戦えるだろう。まあね。犯人が誰なのか見当もつかないのが気になりますね。顔を背けてるようにも見えるけど。わざわざ通るかね？わざわざカメラ映るとこ通るかね？本当にあのおばちゃんだったりして。おばちゃんありえるよ。続きます。時間がちょうどいいな。逆転裁判。